院の治療院の一番最初に、出した場所ですね。の通勤路なんですよ。で、今、まあ、ちょっと急性期間なんですけど、まあ、悪運のある強行為に対して、リセットするっていうのをやってるんですけど、まあ、そのためにちょっと違う方向に、今の治療院とは違う方向に歩いてるんですが、やっぱりね、大前さんの言う、これは僕は経営大学院ビジネスブレイクスルーっていうところが出身なんですけど、まあ、大前さんが、まあ、人生を変えるのに何したらいいかっていうので、まあ、時間の使い方を変えると、住むとこを変えると、付き合う人を変えるとかね、そういうのはありますけど、まあ時間の、そうですね、場所を変えるっていうのはね、やっぱりすごく影響が大きいですよね。この例えば、今はこの、ね、昔の治療院もあった場所に対して向かっていってるわけなんですけれども、この道ね、前はめちゃめちゃこの道使ってましたけど、ゴルフバッグをもらいに行った時ぐらいに歩いたので、まあ、おそらく昨年の末ぐらいですかね。昨年の末ぐらいに、ここを歩いたのが最後だと思われます。なので、まあ、住む場所を変えるっていうのはすごい影響力が高いことなんだなっていうふうに思いますね。うん、もう行動パターンがね、ぐっと変わっちゃいますからね。って感じですね。何ヶ月もここの道を、7月から、50月ぐらいまで行くと、7、8、9、100日ぐらい。100日ぐらい、それとプラスアルファで、かなりの数、ここに通りまして、もうそこから、10月ぐらいまで引っ越してるから、そこから全然、これも少なくなってますね。影響力が大きいですね。まあ、そんなところです。住む場所を変えるっていうのも、結構繁華街の近くっていうか、今住んでるところって本当飲み屋街のすぐ横なんですよね。まあ、すごく便利なんですけど、まあ、もしかしたらそこからちょっと違う場所に住むっていうのも、飲みに行かなくなるっていう、まあ、そしたら他に時間を使うことになるっていう、そういう意味ではすごく効果的かもしれないですね。まあ、そんなに飲みに行くわけではないんですけど、まあ、そんな感じで、こんな感じで、まあ、フィリピンの日常ってこんな感じで僕は過ごしてますね。まあ、本当ここはね、場所をまた説明すると、フィリピンのマカティっていう場所で、まあ、フィリピンの中でも非常に裕福なエリアの一つですね。最も裕福なエリアの2つエリア、ね、そういうのがあるんですけど、その中の一つがマカティですね。まあ、あとはもう一つは BGC っていうところがあるんですけど、まあ、ここが前僕の治療院の場所です。
パンはステッカーがまだねあったりして、これは取り除くの取り除いてって言われそうや取り除いてって言われたけど、取り除いたのは結構またこれはこれでお金がかかるやんな、うーんという感じですね。まあ、これも前もちょっと話したんですけど、このね、僕今このフィリピンマカテって言うんですけど、ここは本当にめちゃくちゃ裕福なエリアなんで、あのね、なんとなくバックに映っているものとかもすごいこう綺麗なものが映ってると思いますけど、ここはね、いわゆる一般的なフィリピンじゃないですからね。ここはフィリピンであってフィリピンでない場所ですね。ここのビーチ周なので、まあ、僕も間違って記憶の上書きが起こってしまうんですけど、ここはフィリピンではなくてもう異世界のフィリピンです。もうここからちょっと出たらね、ローカルの場所が広がってるんですけど、まあそれが今のフィリピンの実態です。この辺のね、物価はねすごい高いですね。僕の住んでるところがワンルームマンションで、安いところを選んでるんでね、これぐらい5万5千円ぐらいなんですけど、ちょっと中心、もっと中心地に寄ってくれば、3万3千円だから8万円、ワンルームで8万円とか9万円ですか、すごい高い、東京ぐらいですかね。もう近地震になってきてますね。まあそんな感じで、まあ、こんな感じで、まあ、やってるわけなんですけど、まあ、おかげさまで治療院の方は人を来てくれる人が増えてきて、忙しくさせてもらってます。ですごくまあこれもね矛盾する概念なんですけど、スタッフを育てないといけないんですけど、忙しい、業務がめちゃめちゃ忙しいとスタッフを育てられないっていう、お客さんとの対応が忙しすぎて結局何にもできないっていうことが、まあ、起こっちゃってる感じですかね。まあ、そういう部分でならない方が、なんて言うんでしょうね、で暇だったらね、要は時間取って教えられるじゃないですか。今だったら時間取って教えれるんだけど、忙しいから教えない。でもね、そんなこと言ってられないんだけど、実際結局同じ時間で過ごしている中で、僕が例えばお客さん、お客さんの対応を、まあ、その中の8割の時間を使ってしまったら残りの2割で、しかもね、僕も多少疲れちゃうじゃないですか、いくら気合いでつつも。だから集中力がちょっと切れてますよね。例えば連続で6人7人やって、で、あ、ちょっと疲れた、少し休みたいかなとか思っちゃいますから、そしたらね、もう業務終了になっちゃって、あ、何にも教えれんまま1日過ぎちゃったみたいなことがね、起きたりします。わけで、その中でもこう、スタッフ雇って、ね、成長軌道に乗せていかないといけないんで、採用活動なんかも結構頑張ってやってて、今はね、理学療法士を雇おうとしてますね、こっちの方で。マッサージ師をね、一番最初に雇ってやらしてみたんですけど、やっぱり前提と、フィリピンってやっぱ教育がね、日本とかはるかに遅れてるんですよ。これはもう事実として。なのでやっぱ教育するにしても最低大卒ぐらいじゃないと、こちらの言ってることがもうわからないんですよね、全然。だからまあそれでいて僕らの仕事に近いことができるって言ったら、まあ看護師か、理学療法士かっていう選択になってくるんですけども、それでまあ今は看護師か理学療法士
まあ、ちょっとフォーカスがね、ボケちゃうんで、なるべく理学の文章を取るように語って、でもね、これね、バックで見てもらっても分かると思うんですけど、めちゃめちゃ栄えてるでしょ。そうなんです。まあ、フィリピンじゃないんですよ。めちゃめちゃ栄えてるエリアなんですね。まあまあまあ、そんな感じなわけなんです。まあ、そういうふうに採用活動して、今、ね、いい子が取れないかなって、やってるって感じですね。まあ、こんなところで、まあ、歩きながらですけど、なんとかまだ、動画を撮って近況報告していきたいなと思います。それでは。